医療と健康。聖地巡礼。長い巡礼の旅では病に侵され途中で倒れる者もいた。時には親しとはぐれて行き場のなくなった子どももいた。このような事情から彼らを保護する施設がところどころに建てられるようになった。やがてその建物は弱者を受け入れる修道院とつながっていきます。特に、修道院の中で、 病者のための宿泊施設のことを、お世話をする、ホストするという意味で、ホスピタル、病院と呼ぶようになりました。修道院の生活の規範として知られる、セイ・ベネディクトの規律6世紀には、次のように記されています。空腹なものには食を与える。乾いたものには水を飲ませる。裸のものには着物を着せる。他国人には宿を貸す 捕らえられた人は解放する。死んだ人は葬る。修道院の精神は、膨食した人、健康な人のためではなく、空腹の人、病気の人のためにあることは、すでに、ベネディクト派の規則の中に明記されていました。現在の医療、例えば、アメリカの医療機関では、治療費の支払い能力があるかないかで、治療が受けられるか否かが決まることは、 珍ししい風景ではなくなくりました近年は肥満が生活習慣病の引き金とされます。体死亡率が日本の25%よりもさらに5%緩い30%を基準においても肥満となる対象者が国民の4人に1人を超えるイギリス。空腹の人ではなく飽食した人が病人になる社会現象を どののように考えるのか。何かがおかしい WHO 検証全文健康の定義では健康とは完全な肉体的精神的及び社会的福祉の状態であり単に疾病または病弱の存在しないことではない Helse is a state of complete physical mental and social well being and not ミアリー・ザ・アブセンス・オブ・ディジーズ・オア・インヒルミツとなっています。そこには、病気を意む、完全性が中心に置かれています。では、肉体的にも精神的にも社会的にも完全に健康な人は果たしているのでしょうか ?WHO の健康の定義にかなう人もいない。救わなければならない病人は、与えられすぎた人なのか 今健康保険は病気保険になっています。保険本来の目的である誰が病気するか予測できないためではなく将来の自分の治療費を賄うための賭け金として考えておられる方が多い。私たちはこの世に生まれたらおよそ不健康または病気に向かうという悲観的な見方しかできなくても果たしてそれで良いのか。 私たちにととって医療とは何か、世界の伝統医療を参考に自分で守る健康を考えてみたいと思います。